これはオッケーに前なんかあの、俺は顔が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 、
本当感情とかある。あとじゃあ要はなんかスイーツ行くのが好きとか。注文呼んだ？呼んだ？うん？あ、言えちゃった。そうじゃないと別にっていう風に。確かにあんまりないですね。そうなんじゃ来たから。え？なんかほらだってランチだとか。だったら別にいいよ。だってエコだって言うでしょ。だからだってエコだって言うでしょ。エコだのコーナーに行っちゃってくると、あれだけど、じゃあ被ってしよう。パラコンが。じゃあやめてください。仕方りたいとか、今日昼に来たわけで。まあ自分の、なんか自分磨きっていう。何人か被ってしまうでしょ、共通の人。あ、います。もう現実的ですね。何か来たからっていうか。プラスカラーというやつ。男性のほらね、なんか趣味で格好好きだから。仮面ライダーとかカードとか、ほらあるじゃないですか、言うよ。考えたら俺でも手話できないから、これ喋ってもいい。それ宣伝するとかいう。社長でーす。今日はビザ旅放題でーす。今日はビザ旅でーす。楽しいぜ、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 ウェーイ。鉄道士、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタン。ラモン。いや、俺あんま慣れてないから。何でそういうガタンゴトン。いや、わかんない。え？趣味がある。わかんないですか？ロボットアニメがあるかもしれない。マジで違うんだよな。私なんかは、うちの親父はその遊び心とか全然ないタイプのキャラクターで結構人間だから。あんまりないですね。親父があの N ゲージにハマってるプラモデルを持ってるとか、何かにハマってるっていうのを、なんか想像できないっていうような感じだった。なんかこう、おやじさんなんか変わってるのかな。そうですね。そうですね。ネオジオ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 。いや、多分ね、これを食べてるっていうのが言いたいんだよね。そうですね。本当なんだよ。ネオジオの場合は、ジャパンキー、長押しにすると超パンキーになると。そうなんだよ。ジャパンキーになると。ネオジオもともと5台4個なんですよ。あの、結構すごくて、あの、高須先生とかとよく高須クリームやるっていう。まあ、だって、あの、ネオジオのハードって、オレンジジュース。アクションゲーム以外、何のソフトがあったのかっていう、一応出してはいたんですよね。ほぼ 90% ぐらいアクションゲーム、格ゲーばかり。高津先生、たぶん、主演サムライズって結構多かった。難しいサムライズって言ってたよね。今あれと、いや、でもほとんどで、あとね、今、たぶんいっぱいあるんですけど、冒険的一族とか、まあ、出してもらえるけど。冒険的一族知ってる？分かんないですよね。それね、格ゲーなんだけど、おばあさんが最強なの。おばあさんすごいゲームの格闘が好きよね。格闘が好きだったらこの人が超やりまくって格闘が好き。新しいの例えば出ると、自分でなりに攻略を考えながらやる、考えながらやって、それでこのキャラみたいな。あとほら、いつも女子が紛れると女子プロ遅いじゃないですか。うちら今野郎の勢いですげえ吹き込んで、でもでもいっぱいですね。これ意外ときつい。これがもう全部ですしね。これでも最後じゃない？これ最後。あ、これで最後か。ちょうどいいっすね。
ちょうどいいんだ、じゃ食えよ。俺ここ今2枚食ったもんな、俺。ノルマ達成っす。まあ、出た後は別腹で。そうね、頑張りましょう。別腹で頑張りましょう、ちょっと。きつい。まあ、やってるんです。そうなんですよ。結構ね、むずいんだけど、やっぱり。ね、ボルマンも。やっぱりね、自信ってことですよ。